はい、えー、今日はワンピースカードゲームプレミアムブースター6パックですね。これ前回6、えー、パック開けて、まあ、シークレットが1枚出たんかな追加購入したやつですね。開けていきたいと思います。前回はシークレットが1枚で、えー、パラレルとかそういうのは出なかったんで、今回はどうでしょう。ドン、イゾウ、4時、3時のね <laughs> あの、リーダーカードがノーマルのやつ3枚出たんですよね、前回ね。 ベルゴ、ミホーク、ナリカブラ、2億ボルト、をミホークの SR。で、マルコですね。もうなんか SR の確定決まってるんで、ちょっとなんかあぐってる感じしますね、感覚が。ドン、カードポイント、片足の兵隊、ベルゴ、もうすごいな、同じカードがね、 い出ますよね、レイ10はいドフラミンゴの SR、えー、白星ですねマジパラレルが1枚も出ないネットのお店で買ったんですけど、まあ、レア抜きサーチ等は一切してませんっていう文句なんですけどパラレルが出ないとね信用できないドン詩のドンですねこれの金縁が欲しい雷帝ベビーベビー5衝撃波 ドンキホーテファミリー。はい。ヤマトの SR にベロベティですね。マジでパラレルが来ないんですけど。一応これ前回に続いて2回目なんですけど、12パック開けてパラレルが1枚も来ないってちょっとやばいよね。ドンの、えー、ゾロですね。レイジュ、イゾウ、チョッパー、ワイパー、ベッチ、リバル、3000世界、レイジュ、ベビー5と。 そんんななんか適当に選んで12パックパラレルをこう外すっていうのもなかなかえクイーンのトーンかなおたまエルトール衝撃波ミスダブルフィンガー犬嵐サンジ白星ホーディージョーンズブランニューとはいラストですねここでシークレットかパラレルが来なかったらマジでちょっと泣けてきますね はい、ドンカードの、えー、パラレルかな普通の金縁じゃないやつも出ませんでしたね。イワンコフ、バリア、ベビーファイブ、ミホーク、アイスエイジ、サンジのピラフ、ニオックボルト、えー、シャーロット、クラッカー、えー、あ、これはあれかな一応出ましたね。パラレル枠か。 コモンのパラレルですね。いやーリーダー、ん ?SR パラレルとかそういうのじゃなくて、コモンの、えー、パラレル仕様だと一応出たのは出ましたね。残念ですが、まあ、当たり枠ではない感じですね。はい、一応、えー、定価以下で購入したパックなんで、まあ、1パック550円のところ、400円しないくらいの価格だったんでね。まあ、レア抜きサーチはされてないのかな、と。 思いますはいご視聴ありがとうございました。